何してんの？ん？何してんの？うん。まあ食べたし。満足？しない？そうか。お風呂入る？ブラッシングする？さっきしたね、ちょっと。え？うるさい？うるさいね、音もね。おて、おてて。近いな。近い。知ってる。何に案内してくれるわけ？明らかに何かに案内してますね。トイレ行くの？違う。どうしたの？あれ、掃除したりは。何して遊ぶ？なんかする？うろうろする？なんか楽しいことしたい感じ？角でスリスリする。角でスリスリ、角という角でスリスリすれば、やめてくれ、その遊びだけはやめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。ゴルフする？ちょっとわざと無視してます。注意を向けると喋るのやめるので、わざと無視してます。多分カメラを向けてるのに気づいてます。お、賢いからね。
何あのアピール、さりげなく尻を寄せていくよね、ティッコ見てて、こうやってから最後に尻を寄せるからやって言われてやめた、ねえしゅっちゃん、でもすぐ可愛いお尻を寄せてくるんだよね、やめてやめて、ていうか爪研ぎしないで、そこで爪研ぎしないで、ノーノー、やるよ、尻寄せ尻寄せちいちゃん、ちょっとあれでお尻の手入れしてからの方がいいと思います、シュータンの顔に寄せる前に、よろしくお願いします、ご飯そろそろ、2人ともそろそろご飯、お腹空いてきた、顔背けんの、ねえねえねえ、プル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 、かわいいね、お腹すいたの、ご飯来た注目してほしいのねと思ったらちっちゃった、かわいいアピール、食べる、そろそろご飯、キッチンとか広々してるのにここでこじんまりと食べております、しゅうちゃんがね、やっぱしっかり食べないといけなくて、寝るのがしゅうがここなので、夜中にパッと目が覚めた時にパッと食べられる場所にいないとめんどくさくなって食べなくなっちゃうんで、なのでベッドルームにしゅうちゃんの器が置いてあるという感じ、ティコも食べるけどね、しゅうちゃんのご飯、自分のご飯も食べてしゅうちゃんのご飯も食べちゃうね、ちょっと丸くなったね、ちょっと丸くなった、ポテンってしてもらおうかね、ティコポテンってやってみて、ご飯だね。